皆さんこんにちは、我が魂の賛美、シーズン2をご覧いただきありがとうございます。 MC を務めさせていただくレインボーミュージックジャパンの佐々木純です。毎回素晴らしい、アーティストをお迎えして音楽とそしてトークとお届けしていますけれども、今日も素晴らしいゲストをお招きしております。早速ですけれども、まず1曲目からどうぞお聴きください。ありがとうございます。今日のゲストはゴスペルシンガーの黒沢マリサさんです。こんにちは。こんにちは。ようこそおいでくださいました。ありがとうございます。黒沢マリサさんといえばですね、本当に、日本語と、英語とスペイン語が堪能ということで、お母様がお母さんが日本人で、はい、お父さんはブラジル人だったんですけど、で生まれがスペインですね。いいですね。なんか夏の暑い感じの
スペインは暑いですね。ハワイみたいな感じで一年中暖かいですね。小さい頃はそちらで育ってたんですか。そうです。もう高校3年生までは日本じゃなくてスペインにずっと住んでいて、じゃあしっかりともうあちらの記憶っていうのもあって、そうですね、割とはっきり覚えてますね、はい。でも自分のアイデンティティとしてはどうなんですか、うん。もう今は日本の方が全然長いので、もう本当に気持ちはもう日本人なんですけどね。なんかこの前ね、沖縄にも行かれたそうですけど。そうです、そうです、行きました。沖縄の気候もなんか、実はですね、沖縄、その自分がずっと育ってたあのマヨルカ島にいたんですけど、はい、ものすごい似てて、似てる、ものすごい似てますね。もうあのちっちゃい頃のことが蘇るぐらい、なんか海の色も、空の色も植物の色も鮮やかで、なんかスペインに戻ってきたような、あとみんなのこうリラックスした、のんびりしてる感じもいいですよね。なんかスペインっぽいっていうか、ちょっと日本っぽくないですね。はいはい、今日の衣装は、これは一応普段着。素敵ですね、鮮やかな色が。もう鮮やかな色が好きですね。はい、緑が好きだから。緑が好きです。ああ、僕も大好きですね。癒しの色。なんかね、はい、ほっとします。で、今は、自分のゴスペル活動とともに、うん、ゴスペルのクワイアの指導もされてるっていうこと、はい、そうですね、もう11年前から、新宿シャローム教会でゴスペルクワイアを立ち上げたいっていうことで、はい、もう10年も前になるんですか。なるんですね。もうどうやってやるのかもよくわからない、はい、ママ、私にとって師匠でもあり憧れの人ではあるんですけど、はい、阿波野恵さんがいきなりできるよって言われて、掘り流されたっていうか、なんかやってごらんよみたいな感じでやったんですけども、本当に右も左もわからない、音も取れるの教えられるのっていう状態で、全然そういうふうには見えないです。いやもうよ、服の裏にはもう足がこうガタガタ震えている自分がいましたね。 その頃は11年前はですね、はい、はい。で今はもう何十人ぐらいいるんですか。今もだいぶですね、東京もたくさんクワイアが誕生して、はい、だいぶねばらけちゃったんですけど、まあ各クワイアに20人ぐらいいるかな、うん、ですね。で今歌っていただいた、うん、サフィアメセニョール、サフィアメセニョール、これはもともとがもうスペインの曲なんですか。スペインの曲ではないですね。ジョアン・ロザリオっていう方が作られた曲みたいなんですけど、はい、それがスペイン語で作られて、英語でドニー・マクラークリンが訳して、なんかほとんど賛美歌みたいな感じなんですけれども、やっぱりスペイン語で歌うと自分もなんかやっぱりすごい落ち着きますし、言葉がはっきりこうやっぱりスッと入るところが未だにあるので、やっぱりスペイン語は忘れたくないし、一つの自分の自分が持ってる部分なので、それも失いたくないのか、常にこうどこかでスペイン語を取り入れたいっていう自分がいますね。なるほど。で続いて、歌っていただく曲なんですけれども、はい、震災の後にできた。そうですね、この曲はどんなエピソードが。この曲を今いろんなところに持っていってるんですけど、実はこの曲去年の、5月に、はい、いつも毎年来てくださってる黒人のグループがいるんですけど、 TPW って略してるんですけど、 Thanksgiving Praise and Worship の略なんですけど、はいはい、そこのメンバーの一人、デビ・ディクソンっていう、女性シンガーがいるんですけど、彼女は、震災の映像を見て、その津波の映像を見て、アメリカで見てものすごいこう、うん、痛みを覚えてですね、うん、自分が毎年行ってるその日本でありえないことが起きたと、なんでそれが起きたのかわからない、神様どういうことですかと、彼女の中で、そういうなんか気持ちがあったんですけど、5月来た時にワークショップがあって、突然泣きながら
もうどうしても今神様に語られて、どうしてもこの曲を日本に残さなきゃいけない、うん、この曲にあるメッセージを今日本人に知ってもらわなきゃいけないから今歌いなさいって言われたと、いきなり書き出して渡されて、うん、歌い出したのがこの曲で、全くメロディもハーモニーも構成もコードも、うん、決まってないような状態で、メロディーもなかったんですか？メロディーもね、毎回違ってて、シェアされてるとあれさっきと違うみたいな安定しない、こう彼女の中にはあるけど、はいはい、実はまだこう、迷っている、うんうんうん、まだこう曲がこう定まってない、そうです、わかりますわかります。なんかその状態でいきなり歌い出したので、うん、みんなこう迷いながらついて言ってたんですけど、はいはい、しかも言葉も難しい、言葉も多い、みんなも戸惑いながら歌ってたんですけど、3日後に、まあ、全部ハーモニーもついて、構成もこう流れも決まった時に、うん、もう本当にこの本番が一番すごかったですね。もうみんな泣きながらこの曲、あ、今回のテーマはこの曲だったんだって、うん、本当に、ね、震災が起きて、まあ、震災だけでなくそこでたくさんの人々のこういろんなものがなくされて、希望も失って、うん、自分の心の中に持ってたわずかなその愛も奪われたみたいな、うんうん、それを本当にこうなんて言ったらいいんでしょう、やっぱり中には自ら、命を絶とうと、していた人たちもいるのも彼女も知って、うん、いやそういうことじゃないよって、やっぱり生きることを自分で選んでごらんよって、うんうん、そのことを本当に一人一人がこう確信を持っていつかこう宣言ができるようにって、この曲最後の方には本当に宣言っていうね、力強い宣言に変わっていくんですけども、うん、本当にたくさんの、人々を励ますね曲として、いろんなところに自分が運んでいきたいなって思う曲なので、うんうん、今日も歌いたいなと思いました。じゃあ I choose to live I choose to live
ございます。本当に素晴らしい曲ですね。ね、知られてないですけど、まあ、いろんな、まあ、私を通して、小屋を通して、いろんなところで、たくさんの人が受け取ってくれるといいなと思いますね。はい、マリサさんの今後の活動のビジョンとか、はい、そういうのはありますか？もうですね、何年前からかな、ですね、いつできるかわからないんですけれども、はい、今まで結構コアや活動やったりしてたんですけど、昨年から結構一人で歌う機会がたくさん与えられて、ね、本当に恵みなんですけど、そして本当奇跡だと思うんですけどもたくさんこう戦いもあったりいろいろあるんですが、まあ、何ができるかも本当にちっちゃい器ですけれども、できることなら主の御心なら、はい、っていうかもうビジョンとして見せられているのでいつできるかわからないですけれども日本全国をもう本当に北海道から沖縄までこの賛美を通して、うん、本当にいろんな今まで行き届かなかったところ、教会でもライブハウスでも路上でも、うん、どこでも場所選ばずに、もうたとえ演奏者がいなくても、うん、もうアカペラでも本当に求められているならその場所に賛美しに行きたいなと、それが数年前からちょっとあって、まで、いつできるかね、いつ形になるかわからないんですけど、まあ、それまでにたくさんきっと神様を通して訓練されるのかなと思いつつも、ちょっと そっちに、すごい感動しました。あ、そうですか。その熱意っていうかね、もうね本当にどこにでもっていう姿勢、うん、関係ないですよね、どんな場所であろうとも、うん、ゴスペルの曲には神様の御言葉がもうあるんです、うん、証もあるんです。もうそれだけでものすごい力があるので、どんなにちょっとここで歌うのはちょっとっていうところで も, でも、うん、賛美すれば清められるし、うん、賛美すればそこには癒しが起こるし、ね、奇跡も起こると確信してるんですね、うん、だから怖くないんです。どんな場所であろうとも、うん、どんな人がいようとも関係ない。その場その場できっと神様が必要なものを与えられるし、きっと、まあ、自分が本当に空っぽになって取り良き管になればきっとちゃんとその人にこう必要なものがきっと言葉を通してメロディを通して私を通して分かんないですけれども、いろんなものを通してきっと届くんじゃないかなと信じて いけたらいいなと思いますね。本当にその通りだと思います。まあ、最後の質問になるんですけど、マリサさんにとって賛美っていうのは一言で言うとどう、何でしょうか。一言、はい、一言じゃなくてもいいんですけど、賛美では、なんかもう力、うん、励まし、力と励ましですね。賛美がなかったら一番苦しい時も自分立ち上がれなかったんじゃないかな、うんうん、一番苦しい時に賛美できない自分であっても、うん、なぜか必ず周りにこう賛美があったんですね、うん、その賛美を聞いてどんなに励まされたことか、どんなに力与えられて、よし立ち上がろうって、もう一回、何回転んでももう一回ってこう思ったんだろう、うん、あれがなかったら今の私ないですね。なるほど、うん、本当に、ね、この番組を見てくださっている皆さんにも、うん、この賛美の力を体験してほしい、体験してほしいですね。でそのマリサさんの歌を通してでね、本当に神様が働いてくださることを祈る。ありがとうございます。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。番組の見てくださっている皆さん、本当にありがとうございます。この番組では、皆様からのリクエスト、そして要望、いろんな、お便りをお待ちしております。CGN テレビのホームページから、メールで送ってくださるか、また郵送にて
お便りをください。そして今日は、まあ、サマースペシャルということで、先週来てくださった、神山美沙さんがと一緒にですね、最後にスペシャルバージョンで一曲お届けしてお別れにしたいと思います。ありがとうございました。